始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルバック工場のアンドゥです。今回はこちらのコースで遊んでいきたいと思います。クリアできるってコースですね。クリアや者いないかも。わ、なるほどね。いやでも俺はクリアしてみせます。てかもう一人いたけど、いや俺がナンバー2になるわ。ドラゴンボールで言えばベジータポジション行きます。なるほど。とりあえずあいつのコンバット多分ここまでは来ない。オッケー、冷静冷静で、ここで落ち着いて、はい、ここでオッケー。あいつらが引っ込むからまずここ、オッケー冷静で、こっちに渡ってあげると。なるほど、上にもいるのか。しかし俺を倒すまでには至らない。オッケー、冷静待って、ここ、はいはい、このギリギリのライン、ここ攻めた、素晴らしい攻め。この上か、この上からあそこに飛び乗りたいけど届くか。いや届く、俺ならいける。オッケー、いやもうこれ勝ったんじゃない。上からウフーランニング、危ない。待て、落ち着いて。これ一回戻る必要がありますね。ああ。オッケー、皆さん多分戻ってきました。で、こう、こう。来た、絶対ゴール足だ、見て、ここからウフフーって降りて。なるほど。ここまで、ただ単にゴールさせるわけにはいかねえぞと。なるほどね。うわ、どうしよう、これ、落ち着いて。待って、落ち着いて。あそこ、いや、ここ、ふっ、素晴らしい。え、どういうこと、どういうこと、え、これどうやってゴールすんの。いや、わかりました。俺はここを、下気味でいきます、今回。ここから下気味を狙っていく。ふっ、うわ、無理。わかりました。東大元暮らし、やっぱ、そうだ。来た、こういうことか。ようやく見つけた。多分この土管が、多分何か。いや、裏ステージだから大丈夫なんです。わーお、何もねえ。7秒って早すぎない？多分どっかに隠しの何かがあるんだろうな、これ。7秒でクリアしてるってことはそういうことですもんね。うわ、どこだろう、ちょっと探します。ここか、ここにも。あった、来た、それ、ゴール、ふっ、なるほどね、そういうことか。じゃあ次はます、どうぞ。お、じゃあ次これで遊んでいきたいと思います。ベリーイージーマップリアップロードブーザー。うわ、なんだ、めっちゃ簡単だよ。マップをアップロードすればいいだけさ、みたいなこと言ってるんですかね。マップをアップロードするってなんだ、結構難しいこと言ってる気がするな。うわ、はいはいはい、とりあえずまあ踏みますよね。踏んで、はい、スター取っちゃって、はい、来たんじゃないこれ。強靭無敵最強モード、ありがとう。一つ分かりました。まずこのスターを取って、あの PC じゃ多分いりません。ここで、倒す。で、こういうことよ。わかった。PC値を踏む、行く。で、はい、クッパがいるから戻る。で、これでリロードしたことになるから、これで行けばクッパがいないです。そんなことができないんですね。じゃあ分かった。 P スイッチを踏む、でこいつを取る、で取るじゃないですか、でこっち行く、でまずこいつを倒すと、でそしたらこの、なんて言うんですか、このスター状態が切れるのを待つと。そうすることによって、はいはい、この道に進むことが、おっと、分かったわ、分かりました。多分これを繰り返すんだ。これを繰り返すことによって、多分あの P スイッチの効果時間を長くすることができる。で、で、なおかつ、ほら、切れた！これで、多分、タイミングよく、さっき行ければ、この P スイッチが残った状態で、スターがあるから、突破できるんじゃない？来ました！うわ！名探偵コナンならぬ、名探偵アンドゥ来てしまった！多分3回ぐらいでしたよね。1。はい、1回戻る。ここで2回目。はい、これで1往復か。これで2往復目。で、あともう1回行けたはず。あともう1回行きます。ここで、はい、ここで行く。で、クッパを倒して、来た！うわ！大英雄じゃない？うわぁ！ひらめき桃の木、山椒の木、ありがとうございます。じゃあ次のコース、どうぞ。お、じゃあ今回最後このコースで遊んでいきたいと思います。土管、取り間、先に進め。シンプル。いや、わかりやすいよ。こういう指示が、多分世の中人を救ってくれるんですよ。お前何しろって言われて、いや、お前皿洗っとけよって言われば、もうどんな人でも皿洗えるじゃないですか。いや、そういうことです、結局。先に、制作者さんからの、ありがたい教えを知ったところで、
さあ、もうないですよね、ですよね。あるんですね。やっぱ世の中、どんなことでもポジティブに捉えることが大事だと思うんです。いきます、ここから、先に進む。まだだ、お前それ、ずる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 。石橋を叩いて渡る。見えない道にも道がある。なるほどね。深いことを恐れました。これまだあるでしょ、どうせ。ない。いやでもこの土管に入ると見せかけて先に進め。これが制作者さんが言ってた本当の答え。いやーほっ、これいいんですか？もうゴールしちゃいますよ。こうして多分このバネを積み重ねていくのがゴールだと思うんですけど、正直俺はあの土管の中が気になってしまう。絶対にこっちが正解だってのは分かってる。これでこうして多分こいつを踏めばゴールができるってのは分かっている。まあいいでしょう、一回ゴールしましょう。そしたらでも俺はあの土管の先が気になるんで土管の先を見ていきたいと思います。じゃあ土管の先を見に行きましょう。どうぞ。さあ戻ってきました。この土管の先に何があるのか、さあ楽しみです。でした。じゃあ今日はこれで終わります。皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方もあってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。